なゴングが鳴り響きました。しかしマルチネス選手は楽しそうな花道を見てきたね。そうですね。対戦相手がチェルムレバンナ、伝説のファイターです。さあ、この内容を追い詰めてパンチを切り出すチェルムレバンナ。そして大阪圭さん、この二人の戦いどうご覧になりますか。そうですよね。でも今のワンツー見るだけでもマルチは絶好調ですよね。絶好調です。40年間仕上げられた肉体です。このキック、女子格トーナメントメインイベントは日本の強川クイーンレイナ、大阪府出身、4人姉妹の末っ子として生まれる孤独で引きこもりがちだった幼少期、姉に喧嘩で勝ち